ピリッポス2世は、アルゲアス朝、マケドニア王国のバシレウスである。フィリッポス2世とも表記される。アミュンタス3世の子で、アレクサンドロス2世、ペルディッカス3世の弟で、先代の王アミュンタス4世の王子である。子としては、時代のアレクサンドロス3世とそのまた次の王、ピリッポス3世、カラノスラがいる。ギリシアの弱小国であったマケドニアに、国政改革を施し、 当時先進国であったギリシア南部のショポリスにも、張り合える峡国に成長させた。カイロネイヤの戦いで、アテナイテーバイ連合軍を破り、コリントス同盟の名手となって、ギリシアの覇権を握った。ピリポスの暗殺アミウンタス三世の第三王子であり、幼少期に将軍、エパメーノンダスが率いるテーバイに、人質となっていた。人質といっても牢獄に遊兵されるような暮らしを、 していたわけではなく、ある程度の自由が許されており、彼の才能を見込んだエパメーノンダスの家で教育を受けた。この時代に、ピリッポスはファランクス、エパメーノンダス公安の車線人などの定売軍の人形を学んだと言われている。アニオー・ペルディッカス3世の崩御後、帰国したピリッポスは、紀元前359年から、 オイオうアミウンタス4世の摂政を務めた後、マケドニアのバシレウスに即位する。ピリッポス2世が即位した頃のマケドニアは、まさに内遊外観の時代であった。外では、アテナイやイルリア人などの周辺勢力の侵略を受け、内では王族のパウサニアスがバシレウスを狙っていた。ピリッポス2世は、ある時は外交で、またある時は軍事力で、 これらの問題を一つ一つ解決していった。紀元前5世紀後期から少しずつ強国になっていたマケドニアをピリッポス2世は飛躍的に成長させた。彼は軍政改革を推し進めてマケドニア軍をギリシア最強の軍隊都市、領土を飛躍的に拡大させ古代ギリシアの先進地域であった南部ショポリスの構想に積極的に介入した。 紀元前356年には、近郊の開発を促進し、また軍事防衛の拠点とするとし、ピリッポイを創設している。最初の介入は、紀元前356年に始まる、第三次新請戦争である。デッサリアからの支援要請を受けたピリッポス2世は、フォキスと戦い、初戦では苦戦するも、紀元前352年のクロコスの戦いでこれを、下した。 紀元前346年にマケドニア軍がホキスを制圧して第三次申請戦争は終結した。紀元前342年、ピリッポス2世はアリストテレスを招いて王子アレクサンドロスの家庭教師とした。トペラから離れたミエザの学園で紀元前340年までアレクサンドロスとその学友を教えさせた。この学友たちが後に 彼を支える将軍となった。紀元前338年にカイロネイヤの戦いでアテナイテバイ連合軍を破り、コリント指導名を成立させ、スパルタを除く全ギリシアに派遣を唱えた。さらにペルシア遠征を目指したが、娘のクレオパトラとエピロス王アレクサンドロス一世との祝縁の席で護衛のパウサニアスにより暗殺され、 ペルシア遠征の大事業は、息子のアレクサンドロス3世に引き継がれた。仲が悪く離婚していた元妻オリュンピアスが暗殺の黒幕として長く取り沙汰されている。これについてはアレクサンドロスが関与したという説のほか、いくつか有力な説があるため、未だに曖昧である。また、紀元前357年頃に、マケドニア南部のメトネシ攻略戦で、焼き傷により右目を失った。 ピリッポス2世は、定売の人質時代に長創を携えた、重装不評の密集陣形であるファランクスを学び取り、さらに長い槍、サリッサの採用を呼び、法人の大型化により、マケドニア式のファランクスを創始した。サリッサは4.0から6.4メートルにもなる槍で、他のギリシアの重装不評の装備した槍よりも長く、その分リーチが長くなっており、その上、 後ろの兵士の槍もより多く突き出すことができるという優れたものであった。また、ピリッポスは他のギリシア人が重装不評を主戦力としたのに対し、騎兵と不評をうまく組み合わせた戦術を用い、例えばカイロネイヤの戦いでは中央のファランクス部隊に敵を引き付けさせて、敵の陣形に割れ目を作り、そこに騎兵を突入させて勝利を得た。 フィリッポスの考え出したマケドニア式ファランクスという新戦術は当時は無敵であり、全ギリシアを征服するのみならず、息子アレクサンドロス3世によるペルシア征服まで成し遂げたほど強力なものだった。こうして、マケドニア式のファランクスは、ローマ軍の3回戦術に敗れるまで、地中海世界周辺で200年近くにわたって一世を風靡した。フィリッポス2世は全ギリシア的大祭である。 オリンピア大祭に参加し、戦車競技で優勝した。この知らせは、アレクサンドロス3世の出生と、ほぼ同時期に、ピリッポスのもとに届いた。ピリッポスは古代オリンピック優勝を大いに喜び、未だ陽名であった彼の妻の名を、オリンピアにちなんでオリンピアスにした。さらに生まれた子供に、マケドニア人で、史上初めて古代オリンピックに参加した、アレクサンドロスの名前を付けたという。 フィリペイオンまたカイロネイヤの戦いの勝利を記念し、古代オリンピック開催地であるオリンピアにフィリペイオンというトロスを剣道した。このフィリペイオンはフィリッポス2世位の地勢では完成することができず、彼の後を継いだアレクサンドロス3世位の地勢で完成した。これは外側に18本のイオニア式の円柱、内側に9本のコリント式の円柱を持つ。 直径15.25メートルの建物であり、古代において最も優美な建築物の一つと称賛されている。イルリア王バルデュリスの娘アウダタとの間に一条を設けた。ピリンガとの間に一男を設けた。エペーロスをネオプトレモス一世の娘オリンピアスとの間に一男一条を設けた。テッサリア人のニケシポリスとの間に一条を設けた。アッタロスの名。 クレオパトラエウリュディケとの間に一難一情を設けた。ありがとうございます。